あ、どうもどうも、忘年会続き、井上和でございます。どうも、ノーミルサタでございます。いやー、続く続くって聞いてましたけど、続きますね。頑張れ、肝臓。守護伝説ウコンを飲んでますからね、私。はい、やめてくださいね、クリスマスあたりにこうな、急に倒れたりするの。やばいな、それやばいな。本当気をつけてくださいよ。飲み始めちゃうと分かんなくなっちゃうんでね、あのね、バカになっちゃうからね。一杯も十杯も一緒だからね、一杯でいいんだけどね。ウコン頼むぞ、ウコン、本当に。皆さんいかがでしょうかということで、ね、はい、いいのあったら教えていただきたいということですが、そんな私とは裏腹にすごくね、毎日精進されてるサッカー選手の話をしようじゃないかということで、そうだね、はい、はい、移籍が進んでる、ね、そうですね、いっぱいちょっと怒ってたりするなと思いますけど、うん、ちょっといいなと思った移籍がまた一個ありまして、何ですかね、はい、鳥栖の内山圭選手、ゴールキーパー、あ、はい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 、レンタルで藤枝に、うん、行くというか戻るというかことになりました。まあ久しぶり2年ぶりとかになると思いますけれども、うん、今度は J2 の舞台であのもうボランチみたいなゴールキーパー内山圭を見ることができるのかなと思うと、なんかそうですね、ビルドアップにこうガッチリ参加していただきたいですね、うん、そうですね、 あそうですか、はい、うん、なんか藤枝がやっぱりいいなと思って、なんか結構有望な大学生たちもたくさん取ることができていたりだとかしていて、うん、はい、やっぱ夏の渡辺亮、久保東次郎の J1 ステップアップとかも含めて、今藤枝熱いぞみたいな感じ、多分大学生たちの中で結構なってんのかもしれない。成長できんぞと。そうそうそう、だ J1 でいきなり行ってちょっと控えとかからスタートするぐらいだったら、やっぱ J2 で藤枝で自分のそれこそ個のところを見せつけて、うん、J1 にそれこそ高いお金で もう行くぞみたいな感じなところもあるんだろうなって思うので、うん、ちょっと面白いな、成長させてくれましたってね、あの、うん、リリースにも書いてましたもんね。そうなんですよ、ミロアカ、ベストリリース分アワードに輝いた藤枝の、ね、横山明幸選手ね、あんな自分の言葉でね、しか長文で、うん、公式リリースでしょ、あれはクラブホームページ、そうなんです、そうなんです、ね、グッとくる内容でしたね。そうです ね、テンプレみたいのも多い中で、うん、例年ね、まあ、あれしょうがないでしょうけどね、いろんな配慮は逆に、まあもちろんね、はい、本当に、うん、また千葉での活躍もちょっとね、期待したいとか楽しみたいところですね。あとはね、また我々この今12月20日の2時半に撮ってるじゃないですか。2時半、はい。あのね、大変なことが今 J リーグで起こってる。そうでしょう。何？ちょうどね、キサとちょうどね、この収録を始めたところで、一つリリースが出てしまって、最近結構ね、矢継ぎ早にいろいろシーズン以降の話とか。うんうん。何あと？そうなんです、本当はシーズン以降の話を僕もこのね、サブ分かりしようかなと思ったぐらいだったので、そしたらですね、言ったのがですね、ビファレ長崎の話でございます、はいはい、ファビオ・カリーレ監督及び、スタッフとの契約の現状についてっていう、なんか公式からなんか急にそういうリリースが出たんですよ。おう、これ何かっていうと、なんか、もうシーズン終わった後、11月下旬に、長崎のカリーレ監督とは、来季もその長崎契約するよってことでもう結んでたんですって。はいはいはい。なんだけど、サントス、ブラジルの、が、なんかそっち側でどうやらなんか、いわゆる二重契約って言い方ちょっとあれですけど、そっち側でやりたいみたいなことをカリーレ監督がそのブラジル側で言っちゃってたらしくて、で12月19日に長崎側ともう一回話し合いやったら、カリーレ監督がやっぱりサントスでやりたいっていう風に言って、で12月20日この収録してる日ですよ、でもう一回ちょっと喋ろうって話になったみたいで、もう一回最終意思確認聞いたら、やっぱりサントスで僕は指揮をしたいみたいな感じになっちゃって、監督との契約をしたにもかかわらず、もう来季は長崎じゃなくて、どうやらブラジルサントスの監督に就任しそうだって話になっていると。契約って何なんですか、じゃあ。そうなんだよね。え、違約金みたいなのを払うわけですか、長崎さんには。いや、だからそういうなんかとかってことはこれから行われるんでしょうけど、まあ、彼女できた次の日にもっと可愛い子を好きになっちゃって向こうもいいみたいなってこと。まあそうなんでしょうけどね、でも声でペラって言っちゃいけないよね、ね、まあ内緒話だったから。まあでもだから
まあ一つ理由としてあるのは、サントスという、ね、名門ですよね、うん、そら。ただほら、うん、唯一その長崎と契約した後で変化したことで言うと、うん、ほらサントスが史上初の降格になってしまったという。ああそうなんですか今、うんうん。だからもしかしたらサントス側としての目ぼしい人というかいわゆる2部に落ちちゃって、それこそもうすごい暴動みたいな感じになっちゃったので。ああその事件のそこはサントスでそうだね。そうで、だからあのいわゆるブラジルとかサントス側、サントスサポーターを納得させられるような人材じゃないと許さねえぞみたいな感じだったんじゃないですかね。とはいえこっちは契約してますから。そうなのよ一番は。ははでただカリーデ監督ってもともとブラジルの監督のチッチさん代表の、はいはいはい、を継ぐ人なんじゃないかってもともと言われてたぐらいの人なので、そういう人なんだ、はいはい、だから人格者とも言われてますから、うんうんうん、だから本当いろんな状況の変化に対応してこんなことになっちゃったのかなっていうふうに思うので、いろんな事情がね終わりなんでしょうけれども、なるほど、そうですね、だから、でやっぱよくあの契約更改して、うん、いわゆるねあのしても違うチームから狙われるなんてことは選手の方でもあったりしますけど、うん、監督コーチ陣でもこういうふうになってくると、いやいやだから契約って何なのだから本当なんだよね、だからねえ、じゃあ相当でもごめんなさいみたいな、あるごめんなさいっていうか、いやそういうことになると思いますね、契約金的なのを積んでってことでしょう、でしょうね。ああそうですか。ただだから長崎としては大変ですよね。じゃあその狩入さんクラスのやっぱ監督連れてこなきゃっていうふうになったりするわけなので、これから見つけなきゃいけなくなったわけだから、晴天の霹靂だったわけなので、確かにだからこれちょっと年末緊張感あるかもしれないですね、もしかしたらスタジアムで指導のねタイミングですもんね、うん、そうですよ、大変な年末でございますな、これは。ですな、そうですか。はい、なんていうことも起こったりしております。浦和マンチェスターシティの話はどうしましょうね、これ、残念でしたね。そうだね、マンチェスターシティは。シティね。スタッツ的にも完敗に近いんじゃないかっていう。シュートが1対20いくつみたいな感じなんでしたね。いやいや。これは1個のステップですからね、次。そうですね、うんうん、まただから佐藤は3決残ってますからね、ああそうですね、はい、はい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 、なんでそこはエジプトのあるあたりかな、ああそっか、そうフルミネーセが上がったんだ、そうですそうですそうです、マルセロのところがね、そうですね、はい、はいはい、っていう形で残りはだからクラブワールドカップに関しても、うん、残り3決とあとは決勝と、うん、残り2試合ということになりましたと、なるほどね、はい、いう感じですね、うーんってのが出てまいりましたよと、はいはい、他にもまあなんか今日はたくさんあるね、まさか。たくさんある。うそうなの、ね。あとはね、ちょっと遺跡関連でもまだまだあって、福森さんよ。福森さん、はい。札幌の横浜 FC にどうやら行かれるそうで。あ、そうなんですね。まだ確定じゃないけども、紙面上で出たって感じなんで、もうそんなに程なくして出るんじゃないかと思いますけど。ああいうセットプレーキッカーはでかいですね、加入すると。そういうことですね。ね、花がありますからね。そうですね。J1 でもめちゃくちゃ猛威を振るった方なんだから、J2 ってなったらもっとって感じになるから。確かにね。一人で10点ぐらい生み出すでしょうね。いやー、もうこの間、先日は中村俊介さんのね、フリーキックに湧いた日発ですけども。そうだね。またドローンが舞うんじゃないですか。うえーっつって。あのドローンうるさかったな。うーって。中村俊介がゴールに迫ると、うーって浮かぶんですよ、ドローンが。いや、あんな音でかいと思わなかったよね。はい、そんな感じなんだね。だちょっと。なんかでもここほら横浜 FC って言いますほら四方田監督じゃないですか、もともとほら札幌を指揮されて、ああそしてコーチもやってた方だから、ね、あまあある意味また福森さんでいえば再タッグってことになるけど、うん、なんか今年全体的にやっぱりなんか例年以上にまた多いなって思うのが、その元ねあの監督さんとのこう再タッグみたいな感じのものが多いなと思う、あそっか、やっぱ日本人がね、うん、あの欲しがられてる外国人さんの問題があるからね、そうですね。あとやっぱほらだんだんまあそのシーズン以降の話とかも出ましたけど、うん、ちょっとだんだん過密化がまた増していくんで、来年なんかもほらオリンピックあったりとか、うん、中断がちょっと長くなる予定でもありますから、そうか。って考えるとその密集してこう日程がポンポンってある時に、うん、こう水道水道みたいなことも多分あるんでしょうから、はいはいはい。きっとその時で練習できないと思うのでほぼ。うん、だからある程度自分の戦術のことを分かってる選手ってことをちょっとでも取っておこうってのはあるんだろうな、うん、なるほどね、うん、ははは思いましたね、なるほどね、はい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 、っていうのも出てきました、うん、あとはちょっとね、うん、僕らも動画撮りましたけどヨーロッパね、はい、とか海外ねの話もだんだんいっぱい出てき始めてるなって、はい、いや行くね、
みんな行くね。行くね。すごいね。そうだね。この冬は。なんか、ちょうど思ったのも、湘南からなんか山口に、元ね、スイスとかに行ってた若月大和選手が関西行くことになったりしたんですけど、若手のフォワード移籍したなって思うと、タイプ的に似てるのって、川野、山口行ったら川野幸太選手、こちらも若い選手です。はいはいはい。その彼がほら、やっぱりトレーニングで今、ヨーロッパに行ってるみたいな話もね、上がってたじゃないですか。ってことは、まだまだこの、なんか噂上に上がってる選手以外でも、ヨーロッパに行く方はまだまだいると思うので。みんな Vlog やってほしいね。編集するからなんかねこっちで、いや本当そうだよ ね、雑な動画バンバン送ってくれれば編集しますんで、ね、どういうことだよいややりたいよね本当 ね、ただなんか例年とまた違うのが、だいたいほらヨーロッパに急に行く選手って、はい、去年とか一昨年とかだったら、はい、ほぼ海外移籍確定だったんですけど、うん、ちょっとほらちょっとコロナも明けたっていうところがあって、行く人は移籍決定ってどういうこと、去年までだったら、急になんかヨーロッパの空港に現れた日本人っていうのは、やっぱ、あ、ヨーロッパ遺跡なんだなってことが騒がれたりしたんですけど、今年は結構旅行とかで皆さんヨーロッパに行かれるケースが多い。ああ、紛らわしいですね。そうなんですよ。いやいや、気にさしたってくださいよ。勝手に追いかけてるだけなんですよ、こっちが。何すか、それ。いいじゃないですか、別に。そうこの間ね、これちょっと違うところで パタヤにいたんで、ユナイテッドに入るんじゃない、パタヤユナイテッド、ね、うん、チェジュユナイテッド入るんじゃないは、うん、なんかいろいろあるかもしれないけどね、でもなんか元同僚というか、この間もね、その新潟の新井選手が、はい、セレッソ時代の同僚の坂本選手を激励にイングランドまで行って、はい、あ、はい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 、あと水沼選手がシティ行ってたとかって話とかもありましたけど、奇跡だなんでですか。いやだからそう思っちゃうわけですよ、我々からしたらね。だけど去年までだったらあんまりそれなかったけど、はい、今年はやっぱりね、その本当にハーランドに合わせるんだ水沼さんのクロスねえ、いやいや分かんないですよ、あるかも分かんないからね、だからどういう意図でもって、そしてはたまたただの旅行なのかいろいろありますか。あとなんか監督さんも含めて結構視察に行かれてる方も、選手の方でも結構いらっしゃるみたいだよね。自分のそのサッカー感をそのレベルアップさせたいからヨーロッパにいくつか試合見に行かれてる、ね、毎年行くっていう方も多いんでしょ。そうなんだよね、うん、でコロナ禍の間だけちょっと自粛してたみたいなところあったけど、うん、だ今年からもう全然移籍かもしれないし、いやそうなんだよな、監督さんもね、そういう指導者もどんどん出ていく時代ですからこれはそうなんですよ ね、うん、だその方々が、まあその話はきっとまた年末までの間と年始過ぎのところからで、まあいろいろまた出てくるでしょうけど、はい、まあまたどうなっていくのかもちょっと注目したいなと、ゆっくり休んでいただきたいですね。そうですね、蓄えていただきたいというところですね。そうですね、でもただ代表が、まあさ、もうあと1週間後ぐらいから、はいはいはい、あれですよ、合宿始まりますから、日本代表。おお、そうだね。そう休んでる暇ないね。本当に休んでる。怪我だけしないでいただきたい。本当だ ね、 そうですね、そこだけやや心配なところはありますけどね。まあ、あとはチョコレート食べて回復する人とかもいたりしますけどね。自分で買ったやつをね、お店で買ったやつを食べてくださいね、浅野さんね、はい、試合の後また違う試合でもね、また投げ込まれたらしくて、あ、そうなるよねやっぱり、うんうん、で観客から食べるんだったらあげるよっつって、うん、で、うん、観客からチョコ投げ込まれて、うん、お前らこれ食べたら浅野のように得点決めることできんぞみたいな、そういう洒落てますね、洒落てますね。チョコレートを投げないでください、チョコレートを投げないでください、ね、国技館みたいに、ダブトンをみたいな、ダブトンね、そんなことにもね、なってるみたいですから、ちょっとやっぱヨーロッパ面白いなと思いましたけど、来ますね、点取るたんびにチョコレートが乱れとんで、朝のがそれ全部集めてなんか施設に送るみたいなね。いいなそういう流れ。でもちゃんとしたチョコレートかとか分かんないからね、それもできないからね、分かんないから怖いもんね、ね、全部溶かしてなんか銅像作るってどうですか。朝の銅像。そうですか。そうね、なんていうことでしたけど、はい、持っております、ありがとうございます、ということで、はい、ね、私はこの後も肝臓をいじめにやっていきたいと思います。また行くんかい。しょうがないね、約束しちゃってるから、はい。ありがとうございました。明日も元気でお会いしましょう。井上までございました、はい、こういう時に体調崩しやすいですから、また気をつけてくださいね。いや本当ですね、ありがとうございます。ありがとうございました。また明日、じゃあね、またね。